すごい乗るね。え、すごくない？144番。おはようございます、よろしくお願いします。はい、ということで本日7月15日メガコンコルド1111ブリーズ店さん、いやー久しぶりですね。バッタ食わされて以来、絆とリゼロががっつり埋まって、聖夜も埋まってると。でもうこのハーデスの島には寄りつかないと俺は決めている。凱旋の角が開いてると思ったらそんなことはない。化け物も取られていると。どうしようかな。じゃあはい、いや良かったのかリゼロ取っちゃって。いやなんかずっと開いてんだもん角台が。1日前151っていうとんでもない数字ついてるんだけど。1台目はリゼロから行きたいと思います。はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。本日は愛知県名古屋市南区にございます、こちらメガコンコルド1111ブレイズ店さんにて俺打ち。俺打ちとは、俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。はい、ということで取った台はまさかのリゼロから始める異世界生活。本日もよろしくお願いします。はい、ということで早速回していきたいと思います。と一回動画になって恐ろしくバッサリカットされた回があったんですけど、リゼロ何を隠そう、僕リゼロったのあの1回が最終最後になっておりました。こんなに流行ってるのに回していきます。リゼロを打ってなかった理由、まあ、ちょっと苦手意識が初手で持っちゃったんで、今日それが払拭できればなと。僕やっぱり初めて打った時に勝てば好きになるし、初めて打った時に負ければ、まあ、高確率であんまり好きじゃなくなるっていう感じなんで、結構それだけで判断しちゃうことが多いんで。まあ、窓巻き2なんか僕今超好きですけど、最初クソ大クソ大言ってましたからね。はい、当たりました。天井18,000円。こっからですからね。そう、こっからですから。撃破率アップチャレンジ。いやなんかね、もう皆さんご存知かもしれないですけど、この城は 1% しか保証されてない。うん、で青と黄色はね、なんかもう 6% は絶対上がってくれるらしい。いいアイコン1,2,3,4,5,6 だから、こっから保証ではないと。でね、黄色はね 1,2,3,4,5,6 のあと 66% くらいで乗せてくらしい。まあまあやっていきましょう。いきまーす。本日初白芸攻略戦いくぜ。セリフのチャンスアップパターンとかあったんですけど、まあそもそもそんなパッと覚えられるはずないじゃないですか。なんとなく分かったのが、ポジティブなことを返答したら結構期待度高いです。だからこれ多分期待高い、ポジティブだから。これで終わったらウケるな。おっと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 、ウケるって言ったけど別に笑えないからな。あね、はい、一体撃破。そうだ、多分あのセリフ熱いんよ。はい、あんまりポジティブな意見ではない気がするな、これ。よしよしよし、はい、さあ2体撃破 66%。 いや
もらったでしょ。もう真っ赤ですからね。やりました。もう行ったと思ってます。俺はポイ。本日初の悪ゲー攻略戦無事攻略完了と。頭おかしくなるで、こんな音出されたら。やりました。ゼロカーラッシュ突入と。おねだりアタック。これがね、俺全く乗せらんないよね。え、レインボーに光っておりますけど、プッシュボタンが。いつもこんくらいしか乗せらんなかったのにいきなり来ちゃうか。いい台。おう、え、すごい乗りやん。うん、うん、俺前5ゲームずつしか乗んなかったよね。多く乗る方がいいんだっけ、忘れちゃった。はい、え、これはかなりいい方なんじゃないですか。今からさまに右がエッチだった。これで終わるかもってことか。114ゲーム、めちゃめちゃいいんじゃないですか。レモは過宝物です。レア過宝物言うとりますからね。純増8枚でしょ。だからもう800枚くらい出んのか。え、簡単だな。まあ行きます。あ、246、設定2か4か6が確定したと。あ、いやすごいわ。114ゲームマジで駆け抜けたわ。でも800枚も出ました。ちょいマイナスくらいまで戻ったのかな。コンビニあっさり突破して、しかも246が出たと。まあ俺はリゼロのことは知らんけど、246は多分このお店全体出るんだろうなって思ってる。全然打ってない俺でも見てるから、本当に出やすいんだろうね246の下って。今のところ天井天井と。まあでも一応持ちコインです。残り78枚。まあこっからですから楽しいのは。けどやっぱコインもちゃめちゃめちゃいいですね。いや800枚くらいで700回っちゃうんだもんな。おい、行きまーす。あ、いきなり 60%。 はい、69%。 さっき 66% 突破してるからね。 66% より上なんだから突破しなきゃおかしいでしょ。まあ1体撃破があるんで2回通せばいいと。さあ本日2度目の白芸攻略戦。はい、お、ポジティブなこと言っとるわ。はい、スバルって1戦目から出んの。いやそうだよね、そうですよね、そうですよね。いやー、まあそりゃそうだな。700ゲームかずーっとね何も起こんなかったんだから。2の2。これってなんかいきなり勝ったけど、これ特殊な抽選なんですかね。どうにかくやりました。今回の目標は100ゲーム。おおお、揃ったらどうなったんだろうね。え、すごい狙わしてくる。うん、すごい乗るね。え、すごくない。え、俺は絶対この5ゲームは嘘だと思う。あんなボタンを出しといて、ほらほらほら、おかしいと思ったもん。すごいいいもの見れてんじゃないこれ。あ、50ゲームだって。やり100乗るわこれ。またえ、もう100ゲーム乗ってんのにね、残り4ゲームある。揃っちゃったりしてね。
これは揃わんわ。おい、すごい乗るね。はい、おう、おい、はいはいはい、135ゲームあ、もう1000枚出るってことですもんね。じゃあプラスになりますわ今日。すげえ台だな。まあ何はともあれやりました、プラスいい企画程度。もう完走目指そう、こっから。あとだって165ゲーム乗っければ完走なんですから。また駆け抜けた。何も起こんなかった AT 中。394ゲームようやく天井以外で当たりました。まあ、今んとこ白ゲー攻略率 100% の男なんで俺。はい、はあ、57% 一発で落ちましたね、通常画面。あ、なるほどね。まあまあまあ、そういうこともあるでしょうよ。246円です。まあ246なのは知ってるんですよね。天井ですね。はい、 A 点 A 点400ゲーム A 点っていう感じですね。今すごい通常時回してるね。でもなんとか持ちコインで来れました。165枚持ってます。でしかも1体撃破のこのアイコンが2つあるんですよ今。だからもう2体撃破が確定している状態で白ゲー攻略戦。はい、まあそうでしょうね。さあ 51% ドン。あー、よくない、よくない会話してる。これ強手だったらセーフなんじゃない。はいはいはい、やりました。投資が追加で5000円入りましたね。なので23000円。はい、当たりました。485ゲーム投資が2万3000円でございます。まあ、74% 行きます。本日5回目の白ゲー攻略戦。はい、お、え、なんかボタンがブルブル震えてるんですけど、これはここだけ撃破ってことなんかな。そうよね、確定しました。撃破抽選するタイミング、そこの 3% でこれらしいんですけど、インターネット上で噂されているのは内部的に勝利が決まっている場合もこれ出るんじゃないのみたいなのは見ました。ただまあもう不確定らしいです。そこは一応分かってんのは 3% で AT は確定するねっていう。いきます、本日3回目のゼロカラッシュ。114ゲーム135ゲームと来てますからね。10ゲーム5ゲーム はい、いいね、いいよ。よし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 、5ゲーム多いな。そう、なんかさっきリスナーさんから聞いたんですけど、 A 点行った後だと乗りやすくなったりしますよと言われたんですよね。揃ってくれてもいいんじゃねえのかも。よしよしよし、行ってみるもんだな。うまい、30ゲーム。はい、え、とんでもないことになっちまったな。よし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 、ほい、あー終わりか。120ゲーム、まあ、こっからなんよな。いきます、残念。ということでなんとか10ゲームを乗せることができました。130ゲームの1104枚、526ゲーム持ちコインです。持ちコイン500枚くらい。これで突入させられればマジでかいんですけどね。57%ね。
厳しい戦いを。行きます。はい、行きます。1体目よし、ポジティブな会話しとる。オッケーオッケー、早い。はい、はい、めちゃめちゃポジティブなこと言ってる。もう継続するでしょう。はい、さあラスト1体 57%。 はい、なんかもうどうにかなってくれや。もうこれ強チェリーだったら確定。引かないよね。確率調べてないけどリゼロの強チェリーって多分めちゃめちゃ重いっすよね。全然引いてない今日。めちゃめちゃネガティブな会話しとる。めちゃめちゃネガティブな会話しちゃったな。うわー、あーダメだねこれはね。はい、もう打てないわさすがに。まあ246って言ったから、まあ6は絶対ないと思います。もう詳しい数字は知らないですけど6ではないと思います。なんか早い当たり1回もなかったし、まあ2か4かって言われたら僕はそこの判断つかないですけど、もう関係ないですね。僕はもう卒業ですね。やっぱ無理ですね僕はこの台。どうしてもマジ分からんっす。本当に流行ってる理由が全く分からん。やめよう。台探します。594枚回収でとりあえずリゼロは終了。リゼロは終了だし卒業。はい、結局4300回転回しました。ラッシュは3回。はい、こんな感じでしたと。移動します。クランキーセレブレーション2430回転回ってる台でビッグ174分の1でレギュラーがなんと304分の1、でガッサン110分の1とレギュラーが文句なしの6の数字で、ビッグがちょっと悪いのかな。ビッグ14のバケ8で現在214ゲームです。まあ打っていきますかとりあえず。やりかなな。うん、持ちコインが500枚、268ゲーム。いや、クラセルはだってね毎ゲーム熱いから。うん、捨てゲームがないからね。はい、250枚とガンガンいきましょ もうクラセルでねゼロからやり直すよ俺は。うっひょー、いい台だな。47ゲームもちろん持ちコインでございます。今日一番楽しい。はい、ということで連チャン441枚。大移動します。こんな感じになりました。まあ設定2くらいになっちゃったのかな。こんな感じ、危うくなくなるとこだった。プラスになったのかな。642枚、移動先が見つかりました。真後ろの台です。こちら現在771ゲームハマりですが、それでも132分の1の合算。これはちょっと不幸な目に遭ってる6だと思います。ということでこれでまくります。ビッグ245分の1バゲ286分の1合算132分の1、5100回転回ってると文句なく6でしょう。これは本日最高3456枚、文句なく6でしょう。そして771ゲームははまってしまっていると、もうそしたらビッグ2発くらいポンポンと出てこないとね帳尻合わないんで、それでまくりっすね。リゼロの246に惑わされて、そこから A タイプできっちりまぐるとパチプロ力というものをね見せてやりますよ皆さんに。もうこれぞプロフェッショナルの立ち回りだぞっていうね、派手さはないけど堅実に勝つという手堅い立ち回り。はい、もう汚ねえデメでも念じて花火光らせていく。そういうところからだから、信じれば何でもリーチ目になる。今日俺すっげえパチスロ回してるのに全然取れたかねえな。これがパチンコ屋さんのリアルよ。リゼロはつまんねえさ。やりー、933ゲーム454枚。斜め風鈴とか一切数えてません。そういうのじゃない今。もう無理だ。結局この台は933ゲームビッグ、311ゲームビッグ、
で現在105ゲームと、僕あの終電的なものがあと30分くらいで店は出ときたい。きつ、負けるか。こちらリゼロ、こちら間違いないんじゃないですかね。あとこちらもこういう感じ、これなんかももう間違いないんじゃないですかね。でこちらが四五六角が出ているセイントセイヤです。ディスクアップすごいっすね、4500枚出てます今日。ビッグ31バケ22、これなんかも良さげじゃないですかね、グラフ的に。獣王ハーデス、もう突っ切っちゃってますね。こちらこっちも8000枚出てる。あーすごいっすね。でお隣今日1万1000枚出てますね。あらあら、ハーデスが良かったのかな、もしかして。はい、といった感じで敗北の店内状況でした。はい、お疲れ様でした。はい、ということでお疲れ様でした。まあ結構回した気がします。今日は結構回して収支がマイナスと、見せ場も特になしとね、散々な感じでしたね。はい、まあ動画すごい短いんじゃないですか今日。うん、こんなにね長いこといたのに。いやもうねすごいよ、他の媒体の人気な方々はすごいっすよ。ペッて来てね6時間実践してね、もう動画1本作れるような撮れ高を確保できちゃうんですかね。たった6時間でそれできちゃうんだからね、そりゃ人気になりますわな。僕12時間近くってね撮れ高ナッシングですからね。でも引きばっかりはねどうしようもなんないんで、マジでなんかもう俺のやる気とかじゃないじゃん。まあまあ動画的にねなんか面白みが少ないんじゃないかって思われたそこのあなた、これがやる勝ちってやつですね。パチンコ屋さんでよくある風景の一部でございますこれが。はい、まあ、ということで撮影スケジュールこちら、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、パチンコ屋のリアルをよく見せてくれたなって思ってくれたらぜひチャンネル登録を、長時間お疲れ様って思ってくれたらぜひグッドをよろしくお願いします。ツイッターのフォローもよろしくお願いします。これから僕は帰ります、多分帰れるはず、もしこれで終電なかったら戻ってきます。はい、ということでまたセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。